エルゴベビー360ベビーキャリアインファントインサートの新生児対面抱き、取扱説明書をお読みいただいてから動画をご覧ください。お子様を抱く前に各パーツを点検します。バックル、ストラップ、ベビーウエストベルト、破れ、ほつれがないことを確認してください。シートアジャスターを外側のブラックのボタンにかけます。インファントインサートの上にベビーウエストベルトを置きます。お尻の位置とボトムサポートクッションの位置を合わせます。ベビーウエストベルトをウエストに巻き、バックルをループに通します。新生児期はスワドルストラップを留めます。ウエストバンドを地面と水平になるようにおへその高さで固定します。着脱テープをずれないように合わせて、ウエストストラップのバックルを留めます。長さを調整します。ストラップの長さを体に合わせて調整します。キャリアアタッチメントのスナップを外します。抱き方、お子様を抱き上げ体の斜め前で支えます。ベビーウエストベルトのバックルをキャリアアタッチメントに留めます。スナップを留めます。正面でお子様を抱き、ベビーキャリアを背中にかぶせます。胸ストラップのバックルを留め、長さを調整します。片方ずつ肩ストラップを調整します。中央で深く座り姿勢を取れているか確認します。エルゴベビー360ベビーキャリアインファントインサート新生児対面抱き、下ろし方、肩ストラップを緩め、胸ストラップのバックルを外し、お子様を片手で支えながら肩ストラップを外します。ベビーウエストベルトのバックルをキャリアアタッチメントから外します。お子様を下ろします。